よひとさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは受賞された感想とご自身がマーヴェリックだと思う点があればぜひ教えてください。僕は21歳から23歳までメンズクラブの専属モデルを務めていて、表紙を2回飾ったことがあったんですね。その後、そのメンズクラブのモデルを辞めた後もハーバードに留学した時に、はい、メンズクラブが4ページも特集をしてくれて、大好きなメンズクラブにこのアワードをもらえてとても嬉しく思っています。すごい思い入れのある賞になりそうですね。そうですね、うん、ご自身がマーヴェリックだと思う点はありますか？おそらく可能性を信じて常識をぶち破って一生懸命一個一個地道に活動した結果として少しずつ大きなものができてきて、その結果として今回ですねアワードをもらえたのかなと思っています。これからさらにですねこのアワードを元にして、はい、ガンガンにマーヴェリック異端児として新しい分野にどんどん挑戦したいと思っています。ありがとうございます。堀好人さんでした。どうもありがとうございました。